JR 新井ノ口駅から歩いてくるとアルパークが見えてきます。こちらが東棟、その向かい側にある西棟はおよそ2年前に閉館しました。この西棟にこの春国内最大の無印良品が入ることが分かりました。全国でおよそ500店舗を展開する生活雑貨ブランド無印良品。アルパークに今年の春国内最大の広さを誇る店舗ができることが分かりました。無印良品は現在もアルパークの東棟にありますが、場所を西棟の1階と2階に移し、売り場面積を8倍のおよそ6100平方メートルに広げる予定です。店舗の拡大は今年の春に行われ、新たにおよそ130人の雇用を検討しているということです。知らなかった。すごい人気だなって思ってたものが売り切れたりとか、そういうのもこれからは必ずあるのかな。これからたくさん増えるとまたね、商品選びにすごい悩みますね。結構なんかお部屋がもう無印商品で埋め尽くされてしまいそうな。アルパーク西棟はおととしの1月に天満屋が撤退して以来閉鎖されていましたが、大和ハウス工業が営業再開に向けて改装を進め、スーパーのフレスタが出店する予定です。広島市の西野証券が再生に向けて動き出しています。